でも上向いて喋るのきついけど。はい、おはようございます。はい、おはようございます、おすけさん。冬休み最後ということで、ね、やっと待ちに待った、来ましたよ。オズモモバイル3コンボ。来ました。どういうこと？まあこれは何て言いますか、その DJI さんのこの、あれですね。まあ、これはもうオープン動画は撮ってないんですけど、あの DJI さんの、まあ、これはドローンですけど、まあ、ドローンと同じ DJI さん、DJI っていう会社の、ものになります。 オズモモバイル3ですね。でこれはどういったものかと言いますと、ちょっと開けていきたいと。ただ私ですね、今年40歳、今年40歳というか、翻訳ですね。翻訳で、一発目年上げてから、ぎっくり腰を発症してまして、今日ちょっと整骨院に、今、行ってきたんですけど、これ開かへん、開かへんでです。開かへんで。あ、今、鍵ここが傷ついた。ここが、無駄に箱が傷ついて。開けれま、てーん。え、それからびっくり腰でさ、開く、開いた、そうちゃん。ごめん。びっくり腰で、ちょっともう本当にやばいんですけど。じゃあ、ちょっと。開けていきたいと思います。傷ついてるですね。おぉ、いきなり箱が破壊されました。もっとかけて、まあちょっとあのアップルさんの箱に比べるとそんなに高い箱ではないので。はい、出ました。モズモモ、モズモモズモモバイル出ました。出ましたよ。まあこんな感じで、はい、出ました。あらら、おしゃれさん、チュンチュルチュン。さっき落としたの。さっきあのソースケ君がうちのマービックミニを持ってきてくれる途中で落としました。はい、戦慄が走りました。戦慄が走りました。中は確認してないけど、まあ大丈夫でしょう。よっしゃ、どんな感じ？おいーす、こんな感じですね。オズモモバイル。はい、これが噂のオズモモバイル。どうすんだ？どうすんだ？どうすんだ？ DJI っていう会社が中国の会社で、あれですね、ちょっと中国語、ちょっと難しいですね。中国語で書いてますけど、確かに。直すとか。あ、こうか。なるほど。こうやって。これで終わり？すげえ。あ、こんな感じで、テロンテロンな感じか。お。で、多分電源を入れると。なるとね。そうですね。なんか落ちてきたよ。じゃあ、ごめんなさい。じゃあちょっとレビューしていきましょうか。これもいらんね。いらんよね。いやー、一応、衝撃吸収してる。バイトさんが落としてるな。バイトさんが落としてる。何でしょうか。何でしょうか。あ、袋が出てきましたね。オリジナルボンバイ。何ですかこれ。多分充電器。これを全部入れるわけじゃない。オリジナルボンバイ袋が出てきました。
あ、それ多分充電器の入れ箱じゃない？ですか。説明書とは、あ、入ってない。なんだか、なんか説明書めっちゃいっぱい入ってる。あ、忘れちゃった。英語だからもうわかんない。ほら全部英語入ったね。これが多分三脚、うん、これ三脚でパッパッパッとこうね、こんな感じで、まああんな三脚使わんでしょうけどね。あ、すげえか、この感じなんですね。あ、そうか、でもそう、三脚で起動して自分を売ってもらう、自分ってもらうやつがあります、ね。ただなんか難点はこれがこう全部閉じれないっていうことよね。あ、だからこれが、だからこれがある、そうじゃないですか。これとこれ、うん、充電器。あ、なるほど。で、これは、あ、これつけろってことか。つけろって言うんですか。英語がたくさん。日本語ない？うん、あ、あるとこもあるよ。ある。じゃあ日本語のとこだけ。結構飛ばす。これは一応つけ取った方がいいタイプだね。そうですね、落とさないよ。うん、大家さんみたいな。落とさない。うん、ないないとことあるとこがある。よし、まあ、これはいいとして、マジかないか。携帯を何設置、携帯これですね。そうですね、ちょっと停止して僕のに変えますけど、ね、変えましょう。ちょっとあれですね、これアプリを取らないといけないですね。アプリをまずちょっとダウンロードします。なんか帽子が DJI の、あ、DJI ミモっていうアプリを、うん、これですね、 DJI ミモっていうアプリを、入手してるということなので入手したいと思います。今ちょっとフェイス ID で今あのしてますね。そしてそもそもこれを充電線でいかなくても大丈夫、多少あるでしょ、多少入ってる。ちょっと待って、まだ6月、これなんだ、携帯とかのここに貼るってことか。でもさっきの上からの腰が痛い。上からのアングル良かったよ。ああいう時はですね。これ何？何？これ何と思う？ああ、なんか。結構吸収的なところもある。ここじゃないですか。ここに貼れってこと？あ、わからないですね。でもなんか底っぽくないですか？2回目なら押してですね。そしてでセットして、こうセットして、なんかってます。あ、DJI が見つかりました。
あ、カバーはダメな感じですね、はめたら。これどうなんだ、そこ結構重要っすよ、レビューでは。いけるだって、 iPhone7 とかででかいやつ見てる。あら、あ、そのカバーではダメっぽいですね。俺のカバーではダメ。これも取ってやった方が確実。僕ぐらいのやつならいいですね。うん、カメラの情報。これで多分でもなんか設定が完了すればビューンと勝手になるはずです。そうですね。ログインって書いてある。うん。登録やね、そんな。うんうん。あ、DJI ミモアカウントを登録、メールアドレスも、あ、まずここから。そしてどうすればいいの、これ。スキップか。アクティベーション成功、初心者向けの特記事項。ティートもティートモーター買うときスマートフォンが取れるようにスマートフォンサイズをお越しください。バランス取れてないってこと。今そうですね。一応な、動くのは腰が痛い。はい、まあまあ取れてる。うん、今まあ平行は保ってますが、なんかおかしいですね。確かになんかおかしいです。今なんか、こんな感じで。うわぁ、そうなった。今何秒？何秒？ 66%。60、70、80。OK ですよ。田村さん、上から撮ってください。上からかっこよく。いや、今の部分は上からじゃ伝わらんっすね。さっきの開封は上からっすね。そこはやっぱりこだわりのアングルが。そうですね。今 80% です。チチ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 。おー、すごいね、これ。でも本当になんかすごい自由な感じ。一気にスパーンとこう決まるはずっすよ。なったら、なったら、そのカメラが上に行った方がいいですね、下に行くより。うん、あー、そういうこと。そうです、まあ、あのアームにかかるんで。本当に目を光ってる。見せてくれ。お、ちょっと待って、勝手に何かあるよ。何か覚えてる。おー、トマイク映ってる。今どうする何だっけ、横にするのどうするんだっけ。え2回おぉエイボタンを2回取った。あ、しかし、あ、今多分固定が下向きなんですかね、もしかして。お、いやいやいや、そういうわけじゃないですね。多分今、ん、平行なだけでこう上下は解除されてるんじゃないですか。また取ってなくてもいいよ。絵を一回撮るのは写真どうすればいいか分かんないっす。でもこう、まあ普通、でも今の写真撮ってない、パパ今写真撮ってないとか言ってない。だとしてないのか、あ、一回か。ゆっくりは戻りますね。使い方も今にしようか。なんで買い取ったっけ。あ、これに入った。昨日ってどうすんだろう。ちょっと待って。改善料は1920円、80円でいいよね。そうですね。60円でいいよね。うん、違う
参考か現在の解析どうしますね。ああ、そういうことね。なんか、あの、ジェスチャー操作、あ、違うか。なんかあったよね。大やつがですね。大やつが。あ、スポーツモード。ああ、それっぽいですね。いや、スポーツモードは、なんか運動するときなんですよ。ズーム速度。え？ズルズル。顔をタップしたらどうですか？そうですね。ああそうですね、片山さんのお母さんでも動いてますね。おお動いてる動いてる。はい、ご視聴ありがとうございました。 YouTube チャンネル亀ブログ片山亀俊、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。でまた、ここ後藤デイサービス亀で、隣でカリフォルニアスタイルの老人ホームデイサービスやってます、亀徳良と言います。よろしくお願いします。後藤ゲストハウスカメの後藤が詰まったステッカーあります。ぜひゲットしてください。それではまたこのチャンネルで待ってます。よろしくお願いします。